フランシスコ・ハビエル・ファリノス・サパタは、スペイン・バレンシア出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。18歳の時に、地元のバレンシア CF からデビューした。その後は、エクトル・クーペル監督が率いたクラブに、不可欠な選手となり、1999年には、コパデル・レイとスーペル・コパデ・エスパーニャを制した。 1999から2000シーズンには UEFA チャンピオンズリーグで決勝に進出したが、レアルマドリードとの同国対決は0から3で敗れた。2000年夏、セリエ A のインテルに移籍したが、15ヶ月にもわたる不勝離脱などがあり、幸運に恵まれたとは言えなかった。2002年3月21日、UEFA カップ準々決勝で、バレンシア CF と対戦し、 エスタディオでメスタージャに帰還した。GK フランチェスコトルドがレッドカードを受けて退場すると、インテルは交代選手枠を使い果たしていたため、ファリノスがゴール前に立つことになったが、この試合は幸運にも1から0で勝利し、2試合合合計2から1で勝ち抜けを決めた。2004年夏に母国の RCD マジョルカにレンタル移籍し、 2005年夏に完全移籍したが、2005から06シーズンは17位に終わった。2006年夏、セグンダ・ディビシオンのエルクレス CF に移籍した。エルクレス CF では絶対的なレギュラーとなり、3シーズンの間にリーグ戦のみで15得点を奪った。2008から09シーズンは昇格に値する勝ち点78を稼いで4位になったが、3位の CD。 テネリフェに勝ち点3を呼ばずに昇格を逃した。2009から10シーズンは、セグンダディビシオンで34試合に出場して6得点し、プリメーラディビシオンへの昇格を助けた。2014年2月、右足のアキレス腱の怪我のため現役引退を表明した。1995年には UEFAU-19、欧州選手権で優勝した。1997年には、 ワーールドユス選手権に出場している1998年には UEFAU-21 欧州選手権で優勝した。1999年8月18日にワルシャワで行われたポーランドとの親善試合でスペイン代表デビューした。その後は1年間出場機会がなかったが、オランダとの親善試合で2キャップ目を刻んだ。ありがとうございます。